皆さんこんにちは。 GI ハリマオンラインイベントをご覧いただきましてありがとうございます。はい、今日はこの4名で進めてまいりたいと思います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。 GI はジオグラフィカルインディケーションの頭文字を取って GI と読みます。お酒の正しい産地であること、そして一定の基準を満たして生産されたことを示すのが地理的表示 GI です。おかげをもちまして県も国税局も応援していただいたおかげで取れたこの GI ハリマがハリマの宝として今後とも情報発信していただけたらと思う次第です。ハリマには22の蔵がございます。今現在は15蔵52種類の GI ハリマの認定されたお酒がございますが、これからどんどん増えていく予定でございます。 GI ハリマの日本酒について理解を深めていただけましたでしょうか。まずはですね、テイスティングの方法について大阪国税局の石田鑑定官よりご説明をいただきますが、こちらで、ご説明をいただきましょう。では軽くお酒を揺すっていただいて鼻で嗅いでみます。さすが大吟醸ですので非常に華やかな香りがふわっと立ち上がっていると思います。次に、口に、入れますが、非常に雑味のない、綺麗な旨味が、ふわっと広がる大変美味しいお酒じゃないかと思いました。はい、石田様どうもありがとうございました。こちらが今 GI ハリマに認定されたお酒になっています。52本のうち今日は、16種類のお酒を皆様に、ご紹介していきたいと思いますが、それではまずはですね、大吟醸、純米大吟醸の5種類を試飲していただきましょう。本田商店辰力米のささやき大吟醸になります。そして2つ目のお酒が明石種類醸造の明石大純米大吟醸原酒です。山陽廃酒造万州一本純米大吟醸山田錦、そして岡田本家金糸青天大吟醸、5本目茨城酒造さんライラク大吟醸35。皆さんもう試飲の方は終わられましたか。ご感想を伺いたいんですがいかがですか。はい、華やかながらにもその後にお米のうまみ、山田錦の素晴らしさというのがあふれるように迫ってくると、言ったところで、酸が強すぎるわけでもなく、そしてうまみとこの華やかさのバランスが非常に絶妙で、やはりエレガントなお酒、こういった表現になりますでしょうか。さあそれではですね、今日はたくさんお酒ありますので続いてまいりたいと思います。続きましては、純米吟醸のカテゴリーですね。まずは奥藤商事の中心蔵キャトルセット純米吟醸です。続いて映画島酒造の上高純米吟醸山田錦黒、田中酒造場の白鷺の城純米吟醸です。灘菊酒造灘菊純米吟醸です。坪坂酒造さんの雪庇湖山純米吟醸です。そして最後、下村酒造店さんの奥播磨純米吟醸です。では代表して高山さんにちょっとご感想を伺いましょうか。はい、まず口に含んだ後に鼻からお米の香りが抜けていくなって、それがすごく気持ちいいなと思いました。あと旨味も舌の上でしっかり感じられますので、そうですね、明石だこだったり淡白なお味のお魚にも合うと思うんですけれども、これからの季節、丹波篠山の木の実をたくさん食べたジビエやイノシシなどともしっかり合うなと思います。さあそれでは続きましては純米酒と純米原酒のカテゴリーに移っていきたいと思います。まずご紹介いたしますのが神結び酒造の神結び純米原酒です。八重垣酒造山田錦特別純米です。続いてのお酒は福錦の特別純米です。南酒造の青い鶴山田錦雫純米です。
いかがでしたでしょうか。こちらのお酒を飲んでみて、またではちょっと島田律子さん、まあ、香りもあるんですけれども、非常に柔らかいお米のうまみというのがぐわっとこう押し寄せてくるよう な、もう私はこれをあのおかんだけでヒュッとやりながらおでんをパッとこう食べるっていうことをやりたいなと思う。もう話を聞いてるだけで、はい、合わせたくなります。そうですか。さあ、それでは、これまでいろいろな種類のお酒皆さんに飲んでいただきましたけれども、最後の一本になります。田中酒造場の白鷺の城庭酒木本純米。この田中さん、杵つき精米って初めて聞きます。日本酒作ってる酒蔵さんの中で、はい、米に熱を持たさない、うん、そうすることによってぬかが、酸化をしない。つまりぬかが甘いんですよ。それから庭田神社で麹菌と酵母菌が取れました、はい、その中で四酒造組合でお酒を作ってみましょうって、大変特徴のあるお酒なもんですから、はい、好き嫌いがはっきりしておりますので、はい、これも今先ほど島田さんが言われたように、はい、缶なんかすればすごくうまみが増すと思います、はい、うん、なるほどですね。ぜひ試飲してください、はい、ということで以上16種類のお酒をね、いろいろとご紹介をさせていただきました。今日はご覧いただいている方からもたくさんご質問をいただいております。日本酒を選ぶときに何を見て選ぶといいでしょうか。まず目に入ってくるのがあのラベルだと思うんですが、はい、たくさんの情報が書かれています。ですからまずそういったラベルに書かれている情報を、よく見ていただいて、まあ、自分の求めるものと比べてみてはいかがでしょうか。GI ハリマの品質を維持する取り組みについて、山田錦でできたお酒っていうものがこうですよっていう、それぞれが点数をつけて、その点数の平均点以上、まあ線を切ってるんですけど、もし悪ければごめんなさい言うて、あの不合格になりますが、合格をしたお酒だけがこの GI シールを貼れることになっております。はい、東京に住んでいますが、GI ハリマのお酒はどこで買えますかということで、東京でしたら有楽町に交通会館の、交通会館の地下1階、地下1階ですね、はい、兵庫県の物産アンテナショップがあります、はいはい、それでは最後に石田鑑定官よりGI ハリマの総評をいただけますでしょうか。総じてというところで、あの滑らかな口当たりですとか優しい旨味というのが特徴だったのではないかというふうに感じました。それでは以上をもちまして GI ハリマオンラインイベント終了とさせていただきます。最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。皆さんもどうもありがとうございました。ありがとうございました。